もし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 はい。テレフォン人生相談です。よろしくお願いいたします。はい。最初に年齢を教えてください。52歳です。十2歳。結婚してますはい。ご主人何歳ですかえっと、61歳です。61歳。お子さんは二人で、はい。女の子と男の子です。で、今は4人で暮らしていえ、二人です。二人ですかはい。ご主人とね。はい。わかりました。で、どんな相談ですかえっとですね、娘が結婚してまして。はい。何歳ですかこのお嬢さん。29歳です。29歳。はい。 その旦那が、はい、2>, 2年前に浮気をしまして、はい、家を出て、お嬢さんが言うた。じゃなくて、ご主人の方うが家を出て、はい、女の人のところに行って、はい、で、生活して、はい、で、そこの家が旦那の親の家なんですよね。 はい。娘も、そこにはずっといられないっていうことで、はい。二ヶ月前に、はい。そこの家を出まして、はい。で、相手の女の人が、はい。本気になってしまって、はい。で、旦那の方から離婚してほしいって言われたんですけど、その時には娘がまだ子供が小さくて、お,お子さん何歳ですか ?6 歳と3歳です。はい、はいはい。で、二年前ですので、生活していけませんよね。はい。子供を抱えてってなったら、はい。それでもしか離婚、 となったら、養育費ちょっと調べてもらったら、すごい少ないんですよね。二人入れて三万ぐらいしかいただけないっていうことで。少ないんです、旦那の収入が。ご主人は何歳ですか ?38 です。38歳。はい<ー>。で、今はそうすると、付き合ってる女性のところに行、はい、行け、一緒に住んでるわけですね。一緒にいるっていうか、あの、どこにいるか居場所はわかんないですけど、でも、二人で新たに家を借りたらしくて、 旦那の親が保証人になって、親っていうのが、まだこんな反対って言ったらおかしいんですけども、息子が可愛くて可愛くて、嫁が悪いっていう形になったんですよね、早く言えば、何もなく普通の主婦として、旦那の親と一緒に生活してたんですけども、急にその旦那が競って、女の人作って、急に離婚してくれって言った、その原因っていうのは、うちの息子には悪い日はないって、すごいなんか、その時に。 私にちも責められたっていうか、うん、なんていう、詫びる、わびれる様子がないっていうんですか、うん、そういう形になって、ただ、本当は私はもうその場で離婚と思って、娘を連れて帰りたかったんですけども、でも、娘の意向をまず尊重しなきゃっていうことで、一応、そこはとどまったんですよね。 はい、で、うん、と一応、ちょっと待ってても、拉致開かないったらおかしいですけども、一向に向こうの旦那の方も、何ていうの、子供に会いに来るわけでもなく、うんと、様子っていうわけじゃなくって、全然そういう感じじゃなくって、いるもんですから、もう娘も。 なんていうの先を考えた方がいいんじゃないかっていうふうに、このままいても、親の家ですので、いつまでも入れるわけではないので、一応、あそぼそっと生活した中から少しずつ私も援助したんですけども、お金を少し渡してたんですね、お小遣いとしてはちょっと多いんですけども、援助してあげて、そして,なんていうの家を出るような形で、そしたら今度、家を出ましたら、今度、旦那の方が生活できるんじゃないかっていうふうに見なしたんですよね。うん 一応仕事を見つけまして、いや、見つけてっていうか、その、仕事を見つけたっていうのは、その、<前>お、お嬢さんが仕事を見つけたっていうこと、ね、ええ、あの、はい、新しいっていうか、その前に仕事してた仕事を復帰したんですよね。はい。で、そこで事情を伝えて、一応シングルっていうか、その今、こういうごたごただっていうことを伝えて、それではた働かせてもらってるんですけども、ただ、その、なんていうの、うん。 財産分与とかいろいろありますよね。はい、あの、離婚するときに。で、こんな状態で財産っていうのはの残ってるんですかあのですね、あの、二人っていうかその、家、一緒に生活した夫婦でいたときの、あれが、旦那の方に財家がありまして、で、女の人と生活するのに財家を全部解約して使ってしまったんですよね。はい。で、娘はその、一応生活費として入れてくれたお金を少しずつ、 な,のなんていうの、こう、蓄えてっていうか、その我慢して我慢して少しずつ生活して、そして家を出るときにちょっと私たちも手伝ったっていう形で、どういうふうに今、<の>要するに奥さんが貯金しているものが、離婚するときに半分持っていかれるんじゃないかということですね。はい、そうですね。あと、うんと、養育費も本当に滞ったときとか、あと、どうやったら滞らないで、うんと、成人するまでっておかしいけど、親としての、その、 果たすべき子供の、に対しての果たすべき責任っていうのがどできるのかどうかっていうのことです。それ お嬢さんは、あなたが今おっしゃったと同じ気持ちでいるわけですねそうなんです。本当は、あの、けじめつけて離婚したいんですけども、ただ、養育費をもらうのがすごい少ないから、それではちょっとやっていくのに大変だっていうことで、それだと、今だとちょっとお金少し多くもらってる、あの、その養育費よりはちょっと多くもらってるもんですから、そっちの方が。今どのぐらいもらってるんですかうんと、6万です。うーん。 ただ相談にしたくても、仕事がしてますので、できないんですよね、はい、こういう相談に行きたくても。はい、あの、したくても。あと、役所に行きたくても、はい、あの、時間がなくて、本当にもう行けないっていうか、もう仕事始まってしまってからもう行けない状態なんですよね。はい、わ、はい、かります。それであなたの今日の知りたいのは、離婚した場合に、お嬢さんの方の、はい。 貯金が夫のから別居中に作った貯金とかありますよね、はい、私たちがちょっと助けた分とか、はい、あと、養育費とかのことって、もし滞らないようにするためにとか、あと注意しなきゃいけないこととかってありますよね、例えば何かをもらわなきゃいけないとか。はい、何か手続きをその離婚前にしとかなきゃいけないとかっていう。う ということですね。えー、はい。わかりました。今日はスタジオに弁護士の大阪恵美子先生がいらっしゃってるので、はい。伺ってみたいと思います。はい。もし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 。もしもしはい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい。まあ大変ですね。はい<ぁ>。離婚するかしないかの判断について、はい<ぁ>。まあ、いくらもらえるかということが大きな、まあ理由になりそうだということですよね。はい<ぁ>。6万円もらってるっていうのは、これはあの、どういうふうに決めて6万円になったんですか ていうか、向こうで入れてくれる金額がそれっていうことで、うん。6万円はね、おそらく婚姻費用ということで払われているので。ああ これはまあ、奥さんである、あの、娘さんとね、はい。お子さんの養育費と両方合わさってるお金だと思いますので、はい<ー>。離婚すると、まあ、奥さんを扶養する義務がなくなってしまいますので、はい<ー>。お子さんの養育費だけになってしまうってことですよね。はい<ー>。聞いてみたら3万円っていうのは、これ家庭裁判所で使ってる算定表で計算してもらったっていう意味ですかそうです。もう照らすですかああ、はいはいはい、うん。ああいうところで、なんか聞いて、えー 収入がすはい。で、プレゼンもらって3万ぐらいっていうことで、はい、2>, 2人で。はい。算定表で計算して3万円だっていうことだとすると、はい、あ。おそらく、あの、家庭裁判所なんかの調停を使っても、はい、あ。まあ、同額程度の話しか出ないんだろうと思います。はい、あ。そうすると、まあ、あの、向こうがそれ以上たくさん払いますよって言ってくれればいいですけど、はい、あ。あの、嫌だと言って、 ているとね、はいえー、最終的にはこの金額で決まってしまうだろうと思われますので、はい、養育費だけだとそれぐらいしか当てにできないなっていうことですよね。そうなんです。はい、はい。この離婚原因を作っているのはご主人の方なので、はい、まあ、有責配偶者ということなんです。あの、責任のある配偶者っていう意味ね。はい、ですから、 一応、このご主人の方から離婚を申し立てても、はい、身勝手なことを言っちゃダメですよっていうことでね、はい、お嬢さんの方が離婚しないと言って頑張っていると、はい、一方的に離婚されることはないと思います。うんはい、別居生活が長いと、それだけでも破綻だって言われますけど、はい、お子さんがまだ小さいので、はい、この下のお子さんが15歳になるくらいまではね、はい、別居が長いからということを理由にね、はい、離婚されてしまうということも防げるだろうと思います。あ でその間に婚姻費用の取り決めを、まあ、調停とか審判とかを使ってやってもらうと、はい、まあ、6万円が正しいのかわかりませんけど、はい、あの、一定の金額をもらいながらね、はい、結婚生活を続けているということは、それは可能だと思います。あはい、で、それがまず一点。ですから、それはその、どっちを選ぶかはね、お嬢さんの考え方ですよね。はい で、もしその離婚だっていうことになった時には、はい。おっしゃる通り、その財産分与という手続きがあるんですけれども、はい。これはですね、二人で作った財産を、はい。分けるっていう考え方なんです。はい。で、別居してから作ったのはね、はい。その作られ方にもよりますけど、はい。まあ、6万円の婚姻費用をもらってる中から貯めたってことなんですよね。そうです。あと、私たちがちょっと遊びに来た時に、ちょっと、プラスアルファして入れてあげるっていうか、 はい。それはね、ある程度証明できるんですかね。あ、通常に入れてるから多分残ってると思います。うん。あの、通常に入れてるって言ってもね、はい、その最初の時にドカンと入っちゃったり、はい、それから、その、まあ、ご主人が送ってきたお金がそのまま残ってるみたいな格好になってたりすると、はい、まあ、誰が作った預金なのかなっていうことに分かんないですよね。はい だけど、その、今あなたがおっしゃったようにね、はい、わずか6万円のお金で、そこからまあ生活費を支出しながら、はい、時々ちょこちょこと5万円とかね、はい、まあお金が入ってると。はい、で、これは遊びに行った時にあなたにもらったお金ですよっていうようなことの説明ができるような形で残っていればね、はい、まあおっしゃったことを裏付ける資料になるだろうと思いますけど、はい、まあそういうものはね、二人で作った財産じゃないですから。あ、別居後に作ったお金は、 二人で作ったお金ってはならないんですかやいや、その言い方は少し乱暴すぎちゃうんだけど、はあ、要するに、あの、まあ、基本的には別居後にね、はあ、作ると、一般的には二人で作ったって言えなくなることが多いですけど、はあ、ただ、ほとんどがご主人のお給料が入ってきてるような感じになっちゃってる別居もあるじゃないですか。 あの、別居してても奥さんがそのまま給料口座のキャッシュカード持ってるとかね。はい<あ>。そんなようなお家だと、それはやっぱり二人で作ったって見,あの見られる可能性がある作り方もありますけど、はい<あ>。あなたがおっしゃったように、六万円しか入ってこなくって、はい<あ>。で、その中から生活費も出されていてね。はい<あ>。でえ、それ以外に、その六万円入ってくる以外にね、はい<あ>。その、まあ、現金の入金が時々、 まあ、バラバラあると。はい、あ。で、これはまあ、ご主人がくれたんでなければ別の人からもらってるわけですから、はい、あ。そういう形ならばね、ご主人と一緒に作ったとは言えないと。あ、はあ、そうですか。はい。ただ、あの、 ををしてたたんんでですす。よね、旦那が。はい、でそのお金を全部使ったんですこれはね、調停の時なんかでね、よくあることなんですけど、いつの時点を財産分与の計算の根拠にするか。はい、あ。いろんな考え方があると思います。はい、あ。私がやった事件でね。はい、あ。ここの裁判所では別居開始時。 ここを基準にしますと言ってね。はいはい、別居後に一方がバーッと使ってしまったものも。はい、別居開始時を基準点として、その時にあった財産を半分にしましょうというような考え方もあるようなので。はい、だから別居した後、財政権をみんな使っちゃったっていうことだとするとね。はい、財産分与の対象にするっていう考え方もありますよ。ああ、そうですか。はい。 なんかももらわなななきゃいけないっていいけとうものはないんですかできることならね、調停をして、はいはい、調停調書というもので、養育費なんかのね、はい、取り決めをした方がいいです。その口頭で約束してもね、<あ>その時払わなくなった時にもう一回裁判するとか調停するとか考えなきゃいけないので、はい、離婚の際に調停調書というものを作ってね、これは養育費を毎月いくら払うっていうふうに決めると、はい、約束を守らない時には、その調停調書に基づいて、はい、強制執行ができるんです。 のでね、はい。それはきちんとしたそういうものでまとめておくことが大事だと思います。調停調書、はい。あのだ、ですから、あの、離婚調停を申し立ててね、はい。離婚するということです。はい。 競技離婚で離婚届をにサインしてなんていうことだけだとね。はい。実際に約束を守んなくなっちゃった時に、何の手がかりもなくなっちゃいますので。はい。そうではなくて、ちゃんとした公のものにしておく必要があります。で、まあ離婚調停をするのか、それができないんだったら、はい、あの、公正証書というものにしてね。はい。どっちにしろ、お約束守らない時には、それで給料の差し押さえができることをね、用意しておいた方がいいと思います。あ、はい。あのね、私はね、おそらく、 娘さんは、養育費が入ってこないことも覚悟しなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。あはい。なぜなら、やっぱりこんな金額少ないってことは、あの、出すお父さんの方の痛みがあまりにも大きいので、あの、男の人はね、顔も見てない子供のために、ずっとお金を払い続けることがとても苦手です。あはい。あの、お母さんはね、もう別れてもいつまでも子供子供って言いますけど、男の人はあんまりそういうふうにはなってない人が多いです。 マジで子供好きじゃないいみたいだから、うん、だからそれはね努力しないと出てこないお金だしもしかしたら努力しても出てこなくなる可能性も視野に入れて覚悟しないと今3歳の子供が二十歳になるまで頑張れなんて難しいと思いますよ。それは本当現実です だから、どっちにしろ裁判所の援助を得ないと、相手との交渉だけでね、決めてしまうと、全然何も、あの、保証がない状態になります。そうですよね。はい。じゃそれがダメだったら、家庭裁判所かなんかどっかに行けばいいんですかそ,そうです。あの、家庭裁判所の受付はとても親切ですのでね、はい、基本的には本人ができるように、教えてくれるはずです。はい、あ、そうですか。はい。わかりました。はい、すみません。ありがとうございます。よろしいですかはい、よろしいあの、離婚するのもしないのも、 お嬢さんであなたじゃないですからね。そうです。はい、あ。そこのところをしっかり頭に置いといてください。わかりました。はい、どうも失礼します、はい、ありがとうございます。すいません。子供にとって何が幸せかの視点があるかないか、そこが問題です。